シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなければリヴァイでワンパンできるのか検証していくってやつだぜ。さあ、というわけで入り置き、これうわっ、嘘、よっしゃ、もう俺絶対これもボス戦まで行くからよ。もう道中、ちょ、ごめん、運棒使うよ、もうこれもう俺は全力で行くから。いや、動画今ちょうど出して入り置き今これやってんのよ。だからちょっと負けられねえぜ本当に。あ、タイムシフトはあのモンストの日にするから、あの取っておきたいということで、これはもう絶対に勝とう。運棒も利用させてもらうから本当に。で、リヴァイは本部長と違って貫通タイプだから、ワープ入るけど、こうやってね、雑魚処理ができる可能性があると。あんま両方とも倒せてないけど、まあなかなかの削りじゃない？弱点キラーで。でも本部長が地雷なしでワンパンできたということは、まあキラーも持ってるリヴァイなら、結構ね、いい感じにワンパンできるんじゃないかなということで今回はやっていくぜ。いや、まあもしワンパンできた場合、道中どうなんだろうな。もしかしてリヴァイの方が、やりやすいって可能性もあるかもしれんぞ、これ。下3匹倒していこう。よし！もう、SS 化を、運ボ利用させてもらおうぜ。マジで。これ、薄くやれば入れるんだけど、今の俺めっちゃもう緊張してるから、もうこれ斜めでいくわ。マジで。行ってこーい！いけるでしょ、さすがに。なんで？お、これ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 がリヴァイのいいところ。おお、危ない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 。倒せてんだよな実際に、こうやって。まあ他にもワープランダムだけど、倒せる可能性もあると。これはまあ利点だよな。で、ちょっとこれはここ倒して、次、ボーパルソードちゃん、もう俺、SS 買うわ。なんかすごい嫌な予感する。まあ、マジ今手震えてんのよ。緊張で。わかるかなこれ。伝わるわけないけど。さあ、これでまあ突破しよう。で、ね、みんなをソフト&ベッド状態に、全く、できません。こんなに言って誰にも触れないっていう。仲悪いんかなこれ。まあ、良さそうには見えんもんな、元から。で、プニちゃん。あ、危ない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 。上の鬼を倒していくと。オッケー、いいよ。それで次、リヴァイなんだけども、リヴァイで、まあ、鬼無理か。まあ、どっちが殴れるかちょっと見ておこう。これがリヴァイの力よ。おお！え、待って。今、上のワープ、すり抜けなかった？見間違い？まあいいや。それで、まあ、下倒します。ボスも削る。いいんじゃないこれ。オッケーオッケーオッケー。いや、順調よ。順調。地雷も回収しておこう。1が危ないから。いやー、これ、俺ミスって、結局リヴァイどうなのかって分からずまま終わるのは、本当に嫌よ。これ。それで、次、あ、プニ復活だから、プニ倒そう。まあちょっと慎重に行くっていうのも入れていく。オッケー。ちょっと待って。ちょっと待って。これで、下の位置で止まるのやめてよ、これ地雷。俺あるんだって、これよく。え、怖っ！怖っ！マジで怖い。あの地雷のとこのワープで止まるっていうの、マジあるよ、これ。嘘、ここまで来て。頼む！おぉ。ああ、そこばっか行くな。ああ、ちょっとうるさくて申し訳ねえ。突破と。オッケー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 、いいよ。で、次がプニ。ターン1のやつを全部倒すか。これね、下はちょっと倒せねえかもしんないけど、ブリッて曲がって、ああおお、意外と動く。ああ、そうかそうかそうか。今あれか、ソフト&ベッド状態。うっ、それで真ん中が次開くでしょ？完璧。これで、ああ、どうしようこれ。あ、
上から行けば全部倒せる。オッケー、はい、完璧。それで次リヴァイからスタートで、このリヴァイからスタートの場合雑魚処理できる。いや、これマジで勝ちて、ワンパンしてくれ。動画にしたい。これぐるっと回るか。おっしゃー、すごく調子がいい。これはいいよ。それで次の SS でこのフェンリルを倒せば、あとは待つだけだね。おお、それでプリン、まあ、意味ないけど、次リヴァイじゃないから意味ないけど、よく動くからこれもやってくれると。さあ、あとは、まあ、リヴァイがワープに入ってないから、これは最初に触れれるね、ボスに。うん、オッケー。それでまあ次のやつで縦勘でプニ、おいー、リヴァイワープ入ったー。ちょっと待って、リヴァイワープ入ったけど、いやだって、まあ、確率すごい低いと思うけど、片方のプニを最初に触れて倒して片方のプニが残ってた場合、その近く止まると、そのプリに行ってしまう可能性あるよな。いや、ま、さすがにないでしょう。ボスに最初に触れて行ってくれるわ。まあ、プリも倒しきってくれると思うし、その場合は。当たらなかった場合は。さあ、というわけで、行ってこい！オッケー！いいよ。あ、削り切る可能性ある。あ、頼む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 。オッケー！このパワー、おっしゃー、おっしゃ、うわ、いったわ。マジで緊張した、本当に。お、いけるんか。そりゃな、まあ、本部長で地雷なしでいけたんだったらいけるはずだから、まあ、いけると思ったけど、いや、え、これマジでどっちがいいんかっていう話になってくるな。いや、マジ試す時間がなかったからだけど、え、どうこれ、みんな。ちょっと使った人はコメント欄に、その、感想を書いてくれたら嬉しいぜ。OK！ いい感じに押してる。お試し、あれ！いいからそこに並べ。俺が焼き押してやるからよ！焼き印がかわいい。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。